舞踏会でようなんてとんでもないやつだ。君、よく聞きたまえ。今日の舞踏会はオーロラ姫の結婚相手を決めるパーティーなんだ。<笑>姫はこれたちの中から結婚相手を決められる。カカシはカカシらしく畑の中に突っ立っていろ。 しまうさ。綺麗だもんな。せめて話だけでもできたら。姫のことが好きなのね。素敵じゃない。でも僕はカカシ型ロボット。姫に会うことだってましてや恋なんて絶対に許されないんだ。そんな。おまけに勇気も知恵もないし、見た目だって全然かっこ悪い。 僕は畑の中にポツンと突っ立ってバンバンバンとカラスを追っ払って一生を終えるのか。はあ、やっぱりあいつの言う通りだ。おかしいよね、こんなボクがオーロラ姫に恋するなんて。<笑>でもそんなあなたがどうして22世紀へ花を摘みに来たの？それはあの綺麗な花をどうしても姫にあげたくて。 なのに諦めちゃうの？育児なし。うん、そういえば君の名前を聞いてなかったね。<笑>私はドラミ。<笑>そう、僕はクロ。<笑>いい？姫に会ってあなたの気持ちを伝えるのよ。私が合わせてあげる。君が？別に会いたくないんなら。会いたい会いたい。 じゃあもっとシャキッとして。はい。行くわよ。ああ、ドラミちゃん待って。ねえ、ドラミちゃんはどうして僕に親切なの？それはね、なんだか放っておけない気がして。危ない。もう。 あら、ヒリヒリ。ほらね。あれがオーロラ姫のいるお城ね。あら。
この城は、お城全体が魔法の力に支配された魔宮なんだ。まあ、さ、行きましょう。やっぱりやめようよ。何言ってるの。ああ、やだ、怖いよ。まだあのカカシじゃねえか。懲りない奴め。あの女の子は誰だ。 ここまでだ。見ろ。何か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 
姫に合わせるわけにはいかん。崩れずにしてやる。覚悟しろ。
素敵な友達を見つけた。 頑張る。いつも素敵なこと、楽しいこと、誰より先に君に話して。<笑>